俺とやろうぜ。受けなさい。お手伝いします。やっ、集中。スナッチ。出るわよ。構えたち。お手伝いします。やっ。ブリリアントデトネーション。さあ、もっと頑張って。集中。ガキが行くぜ。心配しないでください。はっ、はっ、俺とやろうぜ。お手伝いします。やっ。トリプルアタック。
行くぜ。俺とやろうぜ。これ以上怒らせるなよ。魂が燃えるわ。あの流れからの反撃はねえだろ。殺せっつったのは団長だろうが。黙って殺されるとは言ってねえよ。バン、もうやめろって。うるせえ。これがエレインの生き返る唯一の手段かもしれねえんだぞ。このわからず屋が。お前は得体も知れねえ角笛の言葉を鵜呑みにしてメリオダスを殺すのか。はっ、そうか、メリオダスもお前にとっちゃダチでもなんでもねえわけか。団長は最高のダチさ。だが奴の話が本当ならエレインは生き返る。嘘だったらお前はダチもなくすんだぞ。エレインちゃんだってこんな方法で生き返って喜ぶと思うのか。じゃあどうすりゃいいか教えてくれよ。エレインが死んだ後、団長たちに出会って確かに少しは気が紛れた。年がら年中イベント盛りだくさんで飽きねえしな。それでもふと我に返るんだよ。俺はやっぱり永遠に一人で、この世でもあの世でもあいつと会うことはできねえんだって。あいつのいないこの世はまるで地獄だ。わかるか。わかった。でも今は七つの大罪フォックスシーンとしてなすべきことをなぜ。団長命令だ。この件が終わった後決着をつけようぜ。そん時は、ああ、何があろうとマンは俺のたちだ。了解。